ということで今回もパズラやっていきたいと思います。そして今回のパズラですね、フェス限ヒロインガチャっていうのが来てるんですけど、自分のランクが今999と、それで超絶経験値の方でランク1000達成っていうことをやろうとしてたんですよ。なんですけど今日1000いってしまいました。でちまちまやっててね、結構ねその経験値を奪ってたんですけど、やっぱり無理で今日上がってしまいました。今分かってる通りランク1000です、メールが1個来てると、これがランク1000のガチャなんですよ。5時間前と今映ってるんですけど、ランク戦のメモリアルガチャ、じゃあ引いていきますか。ランク戦って何が出るんだろう。フェス限あたりが当たってくれたらいいなと思います。武器じゃなくて、音が出てない、流します。すいません、音が流します。引きます。最近結構みんなが使ってるやつだ、ね、あ、そう10コンボ強化でこの間42億までいくやつだ。上に良かったわ。落とされます。ピオ6個以上つなげてゲストダメージ 55% 軽減、4コンボ加算、チームのソーレアリティが34以下の場合 HP が2倍、攻撃力が23倍と、スキルが一旦の間チーム内の火の列強化、覚醒数に応じて攻撃が上昇、神ドロップを火に、水ドロップを回復に変化、2ターン強いですね。2ターンはいいんじゃないの今回っていうか、これは、ランク1000のメモリアルがちょっと何が当たるか分かんないんですけどっていう感じですね。はい、みんなにね無事ランク戦達成ってやりたかったんですけど、まあ、できずと、もうランク戦先に行っちゃいましたと。そうなんですよ。でね、ランク戦になるまでって過程の話をしますと、最初パズラを始めたのが中学1年夏かな、夏に携帯持ち始めて、そっからパズラのランクが200位消したのかな最初が。でそこからまた200ぐらいまで上がって上げたんかな、あーそうそう、3回目ぐらいで友達に上げたんですよ。210いくつぐらいになって、でそっからか、その300、400ってね上げるようになって、高校1年かなに、ランクが596ぐらいまで上がって、で結構周りの中でもね上位でいたんですけど、なんとそこでデータが消えて、でデータが消えてどうしようと、もうランク600いかずで596で止まって、さあどうしようってので買いました。ランクはね全然いくつだったんだろう、10とかだったかな、10とか20だったのかな、アカウント買いまして、まあ、ちょっと魔法石プラスしてあげるよっていうような感じで買ったんですけど、まあ、そのアカウントでね1ヶ月でランク400いくつまで持ってったんですよ。1ヶ月で400まで持ってって、そっから停滞期が来たんですよ。ちょっと 100日ちょっとぐらいかな、本当パズラに飽きちゃって、で、ね、周りはやってるけどでもなんか楽しいっていうのまあ、そっからね、まあ、一人でね上げるときにすごいものすごく上げて、やんないときはやんないんで、まあ、そしたら、ね、ちょうどそんなようなこと言って、ランク700、800どんどん出始めて、で、まあ、自分もねそれにつられて上がっていくようになって、高校卒業ぐらいかな、950、60とかだったかな、友達が
992とかの時に自分が987ぐらいで1年間ぐらいずっとその場でいたんですよ。もう上がらん上がらんって。そしたらね、経験値が結構もらえるようなダンジョンが来てくれて、そこでね、友達とね差をつけるために一日中一日フルでやって、で999まで持ってったんですよ。その日に970いくつぐらいから999でボンって1日で上げたんですよ。そっからランク1000達成ってなるときに動画に収めて、こういう過去があったねっていうような話をしようとしてたんですよ。そしたら一人でランク1000行って、その画面の前でねちゃんとランク1000ガチャ引きましたっていうのが言えてよかったです。いつだろう、10月の今日10日かな。この動画がいつ上がるか分かんないんですけど、上がった時には見返して、ドキランク1000行った日なんだみたいな。で、あと何年後かしてね分かんないですけど、また次回にお会いしましょう。